俺の名前は佐竹博文。いいから金を出せって言ってるんだ。俺は本気だぞ。落ち着いてください。なぜか銀行を襲撃しているごく普通の男だ。前世でどんな業を背負ったのか知らんが、俺の人生は不幸が多い。外道に生きる資格なしだ、兄ちゃん。え、嘘、俺ですか。大きなお魚さん見つけた。早くさばいてあげないとね。しかも最近じゃ狂人ヤクザとの遭遇率が異常に上がっているんだ。その度に感じるのは、俺は至極非力だということ。ヒロフミ、ヒロフミ、頑張って。こんなんじゃダメだ。もっと強い男にならねば。このままではもし知恵が襲われた時に守ってやることもできない。そう奮起した俺は花宝町を訪れていた。初めて来たけど結構賑やかなんだな。この町にある御田道場で護身術のワークショップが開かれるというんだ。目的地まではすぐのはずなのだが、俺はいつの間にか裏路地へと迷い込んでしまった。あれ、入る道を間違えたか。一旦大通りへ戻るか。ここは人気がなく雰囲気が怖い。長居すると不吉なことが起こりそうだ。すると次の瞬間、その予感が的中する。そこのあんた、ちょっといいかい。その声を聞いた途端、全身におぞけが走った。しかし聞こえないふりをするにもさすがに無理がある。あ、はい、なんでしょう。キョロキョロしてるが、何かよからぬことを図っているんじゃないだろうね。そこにいたのは明らかに仇ではない男たち。特に緑髪の男から感じるのは獣のようなオーラ。路地裏で悪事をするやつは死んでもいいね。否定しないってことは。いや、私はただ恩田道場に行きたいだけです。俺はギリギリでなんとか声を振り絞った。すると若い兄ちゃんの声色が変わった。ああ、恩田道場なら突き当たりを左に曲がればすぐっすよ。ああ、そうなんですね。だが不自然だね。なんでこの道を通るんだ。初めて来たもので迷い込んでしまいまして。しかし隣の男が怖すぎる。ありがとうございました。時間がありますので失礼します。あとこの道物騒だから夜は通らない方がいいですよ。礼を伝えると俺は逃げるようにその場を後にした。その甲斐あって道場には時間通りにたどり着くことができた。武器を持った相手には素早く身を引き、左腕で武器の軌道をそらすんだ。あいやー、ワークショップではいろんな状況に応じた護身術を実践形式で教わった。そうして2時間みっちりのワークショップを終え、俺は上機嫌でキロに着いた。なんだかちょっと強くなった感じがする。なんか護身できる気がするぞ。だが上機嫌になった俺は知らぬ間にまたもやあの道に入り込んでいたんだ。そんなことはつゆ知らず、その道を歩いていると、5人目見つけた。よし、こいつで最後だな。目の前にいきなり2人の男が現れた。しかも男の手にはスタンガンが握られている。おとなしくすれば痛い思いはしなくて済むぜ。何をするつもりだ。落ち着け、さっき習ったばっかだ。武器を持った相手の対処法はダメだ、焦って全く思い出せない。すると男は容赦なく俺にスタンガンを振りかざしてきた。従わねえとはいい度胸してるじゃねえか、電撃じゃ。しびれるね。それを避けられるわけもなく俺の意識は消えた。俺が次に目を覚ましたのはベッドの上だった。もうここはどこだ、病院か。だが意識はかなり朦朧としており、ろれつもうまく回せない。記憶も曖昧で、その感覚は酒を飲みすぎた時のようだった。なんで俺はこんなところにいるんだっけ。まあいいか、もう少し寝よう。明らかに異常な状況にいるのに、俺は危機感をみじんも感じていなかった。後に知ることになるのだが、この部屋にある加湿器が元凶だった。そこから噴霧されていたのはスコポラミンという凶悪な物質。それを過度に吸入すると、自らの行動に対する意志がなくなり、まるでゾンビのような状態になってしまうという。お前は俺のペットだ。さあ服を脱げ。はーい、脱ぎます。入手も比較的容易なため、それを悪用した犯罪も多いらしい。そんなことも知らずのんきに寝ていると、おい、起きろ、お出かけの時間だぞ。お出かけれるか。突如ガスマスクをつけた男が部屋に入ってきて俺を連れ出した。そのまま俺は黒いワゴン車へと乗せられた。新入りだぞ、仲良くしろよ。たまです。おい、仲間が増えた。ああ、よろしくどうぞ。中にはすでに4人の男が乗っていたのだが、心なしか全員目の焦点が合っていない。
すると助手席に座っている男が俺たちに向かって口を開いた。いいか、俺はお前らのご主人様だ。いつ何時も俺の命令には従え。そうすれば幸せになれるからな。はい、ご主人様、幸せになりたいです。この時の俺はもう完全に傀儡と化していた。そうして連れてこられたのは花宝町にある銀行の前。今からお前らには銀行強盗をしてきてもらう。何をしてもいい。3000万をこのバッグに詰めて持ってこい。強盗、それってやってもいいんだっけ。その言葉にはさすがに正気を戻しかけたのだが。いいに決まってるだろ。できるよね。了解しました、銀行強盗します。その薬がまたもや俺の自我を奪った。そして俺はついに言われるがまま強行に及んでしまう。うわあ、全員おとなしくひざまずけ。言ったな。金を受け取ったらあいつら置いてずらかるぞ。おうよ。犯人たちがこんな会話をしているとも知らずに。銀行内に突入するとすぐさま警備員が叫んだ。自分が何をしているのか分かっているのか。凶器を捨てなさい。うるせえ、どけ。うおお。しかし俺は彼らにも容赦なく牙を剥いた。この時の俺たちは理性を刈り取られた野獣だった。クビンが俺たちの邪魔すんじゃねえ。ごえー、静かにしろって言ってんだ。死に、うわ。仲間も一切容赦することなく暴れ回っていた。そして俺は受付にボストンバッグを差し出した。ここに金を詰めろ。3000万だ、早くしろ。はい、ただいま。その時には銀行内は恐怖に包まれ静まり返っていた。その時奥の方から一人の男が現れた。銀行強盗に入るバカなんて全然羨ましくねえな。それは聞き覚えのある声。うるせえぞ、おとなしくしろ、ざまないと。と叫んだ次の瞬間、突如俺の脇腹をとてつもない衝撃が襲った。うるせえんだクソゲ動画よ。それは車に突っ込まれたかと思うほど凄まじい衝撃だった。薄れいく意識の中顔を上げると見覚えのある男たちが立っていた。はあ、あれ、イブの兄貴、この人って昨日の。ああ、俺も今気づいた。それにこの目、役で犯されているな。おそらくここに主犯はいねえ。アビル、暴れてんのは仇だ。全員眠らせるだけにしろ。了解しました。それからは瞬く間の出来事だった。おとなしく眠ってろよアホが。若い方は気合があった。緑の方は異次元。悪いなあおっさん、手加減するな、痛むぜ。手加減と言っていたが事故みたいだった。その光景を最後に俺の意識も闇に落ちた。そして目が覚めると俺は病院にいた。ああ、ここは。あ、よかった、目覚ましましたね。隣には道場までの道を教えてくれた青年が立っていた。聞けば彼は川内組のアビルと名乗った。イブの兄貴が殴ってしまって申し訳なかったと、やむを得なかったと。ああ、大丈夫ですよ、折れてはないみたいですし。まあひびはがっつり入っていたのだが。その後俺は彼から今回の一件の顛末を聞いた。そんなことをこの俺が。怪我人は。安心してください、佐竹さんの無実は証明済みですし、重傷者は佐竹さんだけでした。記憶はぼんやりとしか残っていないのだが、誰も傷つけていないのならよかった。次に気になるのは俺を傀儡にした犯人たちのこと。それならガランっていうグレンタイス、同じ手口で何度か花宝町の店が襲撃されたことがあるんすよ。そうなんですね、早く捕まればいいけど。ああ、それなら今頃この世から消されてると思うのでご安心を。え？恐ろしいことをさらっと言う彼に俺は思わず聞き返してしまった。詳しく聞くと、彼と一緒にいたイブという人があの後一人で壊滅に向かったんだとか。罪のない人々を犯罪に利用するお前らの根性、全く羨ましくないな。蝶ネクタったお前らは今すぐ死んでいいな。しかも結果的に本当に一人で壊滅させたんだと。あの人やはりヤバい人だったんだ。最近人間狂気は空気だけでわかるようになってきてしまった。その後数日の経過観察を経て俺は退院となった。護身術を習いに行った帰りにこんなことに巻き込まれるなんてな。やはり力を持つことは俺には向いていないみたいだな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。